あれもしかして前回セーブして終わったかな、セーブせずに終わったんちゃうかな、もしかして。やばいな、やばいな、ちょっと待って、セーブした記憶がない前回。よし、今回からねゲーム時間をちょっと変えて、あ、すみません、あ、やっぱり来たか。それとも DS 本体の時間設定変えたんを怒られるのかもしれない。挨拶が遅れましたけど、遅なりましたけど、わしリセット言います。っていうかね、今回そんな、撮影時間が確保できてないんで、どうしよう。皆さんからリセットさん、リセットさん言うて、親しみ込めて呼ばれてますね。どうぞよろしゅうに。言うてもこれが最後になるかもしれんのやけどな。ところで君、セーブせずにやめたみたいやけど。マジか。ちょっと待って。前回セーブしてなかったか。マジで？うん、それは気の毒やったな。わし、機械のことさっぱりやから何が起こったかわからんけど、そういう不幸なアクシデントが二度と起こらんようにお祈りいたします。わかった。初回は多分そんなに起こってこないや。二回目からが多分、そうやな。うん、わしがイメージと違うって、母、実はリセット監視センターなくなってしまったんや。事業仕分けっていうやつでリセットしちゃダメなんですか？言われてもうて。あれ、今のは蓮舫ですね。そうやし、今回のこれも仕事と違うねん。ボランティアやねん。もう次からはわし出てけえんよ。これでお別れや。まあ村長の力でリセット監視センターが復活したら話は別なんやけどね。万一がそれが実現した暁にはそれはもう全力でやらせてもらいますぜ。えらい長々と話してもうたわ。どうぞお元気でお過ごしください。ほなね、バイバイ。ちょっとでも、ね、前回そんな進んでない気がする。なんか静江の説明をいっぱい受けただけで、ゲームをやめるときは必ずセーブしてから終わるんで、ご協力お願いしますね。パート1でね、セーブの仕方わからなかったんですけど、録画終わった後にちゃんとスタートボタンからセーブして終わるっていうのが分かって、それでセーブしたんですけど、で、2日目に撮影したときに、多分それ忘れてて普通に、オートセーブのノリで電源切った気がするな。本当に、今まで忘れてた。今日新しい住民の方が引っ越してこられたんですよ。お、村長から声をかけて差し上げたらきっと喜ばれると思いますよ。まだ最初の住民すら大して挨拶してないんだけどな。ああ、どうも村長さん。郵便です。もうポストに入れておいたから、後でちゃんと見ておいてよね。ポストが満タン、ああ、これな。やっぱセーブしてないから、同じこと言われてるわ。これも多分同じ手紙やな。しまったな。あ、読まないと。これ読んだやつやな。マジか。また最初からやな。飛ばしいので、で、やっと今回ね、昼に活動するように設定してるんで、うん、タヌキチハウジングに行こうか。よかったね、ほんと。前回はあんまり進まなくて。夜で全然店が開いてなくて、結局やることがないみたいな話で終わった気がするんで、不幸中の幸いと言いますか。まずは、家のことを相談しに行こう。あ、タヌキがいる。いらっしゃいませ。あ、滝野さん、どうもどうも。お引っ越しの手続きは終わっただろうも。僕もちゃんと滝野さん家のローンの計算を済ませておいたんだもん。それで代金の方だけど、工事を発注しないことにはお家を建てられないから、まずは玉金として1万ベルだけお願いします。バイト生活が始まりますね。はい。頭金を払ってもらわないといつまで経ってもお家の工事を発注できないから気をつけてね。あ、先に頭金を払わないといけないのか。先に工事ではなくて、金を払えと。この村は、大丈夫大丈夫、この村は作物や資源も豊富だし、お金なんてすぐに稼げるだのも。フルーツや貝殻を拾って村のリサイクルショップに持ち込むのが一番手っ取り早いけど、少しお金が貯まったら商店街のお店で網や釣竿みたいな道具を買うのもいいだなも。それで虫や魚を捕まえて売ればもっと簡単に稼げるんだなも。だも、下手にアルバイトとか探すよりその方がよっぽど早いだなも。マジか、今回はタヌキがバイトを雇ってくれないか。
頭金の1万ベルができたら直接ここに持ってきてちょうだいね。頭金ですからね、言うて1万ベル言うてもね。はあ、タヌキチは今回こういうインテリアじゃないわ、このエクステリアっていうかリフォーム用の部品を売ってるのかな。黄色い屋根はエクステリアをリフォームするためのサンプルだな。あ、そっか、家もカスタマイズできる。あれ昔もできたっけ、家のカスタマイズって。1万ベルを稼ごうか。じゃあその持ち金もまたゼロになってるんで、セーブしてなかったせいで。でもアイテムは持ってるわけね。あ、桃もなくなってる。シズエからもらった桃が消えてますがな。そうだ、エイブルシスターズまだ行ってなかったんで、ちょっと挨拶していこうか。村の動物よりも先にこっちの人たちを。あ、変わってない、全然。昔と。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。もしかして、あなたが噂の新しい村長さん？もう村中その話題で持ちきりやから、すぐピンときたわ。見ての通り、うちは服を扱っているお店なんよ。隣のアクセサリーコーナーともども、どうぞおコーヒー機に。アクセサリーコーナー、あ、へえ、アクセサリー、お、昔はこんなんなかったぞ。こっちは寡黙な、え、絹絵？いや、絹代か。絹代さんと、あさみ、全然違うわ。手元が来るときも、先生にごめんなさい。アクセサリーショップね。新要素かな？それとも、前作からあった？え、誰？実は三姉妹やったとか？それとも、バイト？どうやろう？傘とか売ってるんか？ケイト。ちょっと外国風の名前ですね。どの商品も大変お求めやすくなっております。それだけ？え、自己紹介ない。自己紹介ないわ。と待って。こう見るとすごい頭丸いな。なんか坊主にも見えるぞ。坊主を茶色に染めましたっていう感じに見えるな。髪型ダサいな、確かに。これは変えないとな。ありがとうございました。こんな狭い場所ね、一人で接客ってなかなか辛いものがある気がするな。今度なんか買ってあげよう。よし、じゃあ、前回もらってた桃をもう一回もらいに行って、あ、ちょっと待って。あ、売っとこうか、先。売っとこうか。勢いよく出てきた。つぶきちに先に打ってアイテム欄をちょっと開けとこう。あれ？さっきいた？こんなやつ。なんかケスクチャみたいな。あ、クスケチャか。偶然だな。あ、りょうひ。で、どうした？お話ししましょう。商店街に来ると知らない奴にも会えるから楽しいぜ。あ、りょうひ。なんか全体的にみんな喋ってくれることがなんか少ないな。会話の量が圧倒的に少ない気がする。このまま信頼度に由来してるのかな。いらっしゃいませ。頼も。これ全部今、ここで売れるんか。当店ではローンの取り、お取り扱いはございませんので、ご了承くださいませ。頼も。あ、それより何かご用でございますか？買い取って。はいはい、買い取りでございますね。当店はアールパーカーズさんと提携しておりますので、仲介という形で買い取りサービスをしております。仲介？もしかして仲介の、その分、手数料的なものが。あ、買取価格や買取品に違いございますのでご了承くださいませ。中間手数料がちょっと発生するんじゃないか。ちょっと待って、それで今お客様がお持ちの中で、こちらで買取りますものは、え、そっちが選ぶん？はい、ございません。あ、では売っていただけるものをお選びくださいませ。ちょっと厳しいな。厳しいチェックが入るねんな。Rパーカーズと違って。ちょっと待って、静江になんか貝殻を渡したんで前回でしたっけ？なんか前回やった気がするな。一個だけ残しとこうか、じゃあ。それ以外は売って大丈夫かな。それでは、はい。合計で608ベルで買い取らせていただきます。ん？
なんか前回アルパーカーズの時は1080、1020かそれぐらいで打った気がするな。安いんちゃうか？まあいっか。なんかこの608ベルで、シャベルが変えてたらいいな。そちらの商品はスコップ、あ、シャベルじゃなくてスコップか。お、買える、よかった、買っちゃう。これでだいぶ行動範囲が増えるぞ。500ベル間違いなく頂戴いたしました。頂戴しましたか。ところでそちらの商品の使い方はご存知でしょうか。よろしければ簡単に使い方を説明させていただきますよ。教えて。まあ知ってるけど、スコップは地面に穴を掘って何かを埋めたり発掘したりするのにお使いいただけます。室内では使えませんので、外にいるときに持ち物欄で身につけてくださいね。穴を掘るときは柔らかい地面のところで A を押してくださいませ。何かが埋まっている地面は土の様子が少し違いますので目を凝らしてください。この村にはやたらと化石が埋まってるんでね、いっぱい掘り当てていきましょう。これ何？カツラ？こちらは当店のオリジナル商品、フォーチュンクッキー。恋するフォーチュンクッキー、フォーチュンクッキーでございます。食べるとおみくじが出てきますので、それをお持ちくだされば非売品のレアグッズと交換いたします。煽るね、社交心は煽るね。ゲームコイン2枚で販売しておりますとか。ゲームコインとは一体？ゲームコインがわからない。そうでございますか。ではよろしければ他の商品もご覧くださいます。この壺は売り物じゃないよね。いや、あれか、ゼルダ的な何かなのか。網っていくら？網でございます。あ、これも500ベルか。ありがとうございました。誰も控えめなったなもんやな。てか、この豆吉と粒吉と、あの本家、タヌキチか。その三人の関係ってなんだっけ？どういう関係でしたっけ？まあ、いっか。他人のことは、あまり詮索しないでおこう。一応、自然のところに行きますか。あ、こういうとこね。装備の仕方何やったかな。これをこれでいいんか。これで違う。これで A ボタンでいいかな。A でいいか。おう。初化石。何かの化石を掘り出した。一体何の化石だろう。博物館に持って行って調べてもらおうと。一旦博物館に行って、何の化石かを教えてもらって、で、寄贈するかしないかは自由だってやつですよね。ああ、すごい笑顔。あ、村長。引っ越しのお片付けはこれ読んだな、前回。バッチリ。前ということが違う。そうですね。あ、そうなんですか？すごいですね。私の家なんて未だに開けてない段ボールが残っていますから。そうだ。それよりせっかくこうして来てくださったのに、桃。桃をください。これ読んだんで、これ読んだんでいいでしょう。めちゃくちゃ早口やな。めちゃくちゃ早口やな、君。え？何の？何の話？はい。全然、さすが頼もしいお返事ですね。私もしっかりサポート。サポート犬としてサポートします。暮らしのアドバイス。クラバイス。クラバイスですね。新しいアドバイス、アラバイスをください。あ、これで、で、貝殻をあげましょう。めちゃくちゃ早口やな。で、これで、貝殻をあげますね。貝殻をあげますね。これあげる。これでいいんかな。骨貝の貝殻。骨貝。骨、あ、犬やからね。骨あげたらすごい喜ぶんちゃうかな。うわ、めっちゃ喜んでる。うわ、ハートマークも出てきた。貝殻を部屋に飾ると、素敵なインテリアになります。静江の家ってどこなんやろ？ないな、そういえば。あ、桃やな。
コップあれば植えれるのか。あ、でもジョウロがないんか。え、ジョウロっている？ジョウロいるかな。ジョウロいるかいらないかは自由だ。あ、スコップさえあればって言ってる。簡単に栽培することができますよ。あ、ジョウロいらんのか。じゃあもう早速植えちゃう。この村の特産品を梨から桃に変える仕事に取り掛かろうか。家の近くに植えて、で桃を、桃3個って1つのところに3個貯めれるんや。もっと埋めれるんかな。地面1個埋めるね。で掘って植えて、なんかスコップ金色になってない？違うんかな？気のせいかな？あ、間違えた。なんかいるし。鹿がなんかいるし。え？ジョウロ持ってるけど。手伝ってくれるんかな？うわ、消えた。挨拶ぐらいしておこう。チャック。元気？鹿鹿。僕にご用なの？スケン話でも。ああ、この子は本当に知ってることしか教えてくれへんな。でもあれか、前回聞いたからな。これ、一応一回ぐらいならね、許してもらえるかな。一回ぐらい。ちょっと待って。一回ぐらいこの、ああ、間違えた。スコップでね、ちょっと、掘れるんですよ。あ、よし。でもこれやりすぎると、めちゃくちゃ怒られるからな。あんまり最初のうちからそういうことはしておきたくない。あ、そっか、頭金を、捻出しないといけないのか。あ、こういう蝶々とかも、蝶々とかもね、網があれば取れるんで。いずれ取って、あ、でも、500ベルか。500ベルならすぐ行けるんちゃう？貝殻とか適当に集めて、で、これもすぐ売っちゃえば、今日中に網がゲットできるんちゃうかな。いっぱい落ちてるね。この水の音とかめっちゃ綺麗やな。この可愛い感じにぴったりの水の音。耳を澄ましたくなるでしょう。この BGM とともに。しかもこの服と中海がいい感じにマッチしてるというか、水平っぽい服装してますね。よし、これで全部集めたかな。花は摘み取れないよね。摘み取れたかな。人んちの前のこういう、あ、え、あ、取れるんや。白いコスモスもらっとこう。でもこれやると、やりすぎると村の評価が下がる気がする。村の評価ってあったっけ？なんか手紙であったよね。しずえか。しずえになんか村の評価を教えてもらえたから。お、あったあった。なんか変な音した。でも持ち物が、マジ。入れ替える。貝殻はね、そんなにいらない。あ、花がいらないかな。いや、貝殻やな。いや、でも花かな。いや、貝殻やな。入れ替える。でも花やったらさ、ここら辺に、結局植えるんかいって話ですけど。結局植えるんかい。自分の家の周りに植えようと。ああ。自分の家、でもここら辺、木が密集してるな。駅前とか充実させておけばいいんじゃないか。まあ花なんて別にどうでもいいんですけどね。結局は。こうやって埋めないと勝手に元に戻るわけではないよね。こういう散らかしたところはちゃんと片付けておかないと。まだいたんや。ああ、アルパーカーズで売った方がよかったかな。豆粒やとなんか、
ちょっとぼったくられる気がするな。いらっしゃいませ、ダナモ。なんか仲介手数料をね、取られる気がするんだよね。買い取って。いちいち査定されるんやな。すぐに買い取ってくれるってわけじゃないや。サンドダラーか。宝貝。サンドダラー。宝貝。エビス貝。宝貝。白いスミレ。うん。スミレはいらないわ。それでは、912ベル。まあまあ。まあまあでしょう。網。ところで、そちらの商品の使い方ご存知でしょうか？あ、知ってる知ってる。あ、教えて。こういうのは謙虚な姿勢が必要やからな。網はその名の通り、虫取りを楽しむ際にお使いいただく道具でございます。室内では使えませんので、外にいるときに持ち物欄で身につけてくださいね。虫を見つけたら A で網を振って捕まえてみてください。花や木に止まっている虫は A を押したままでそーっと近づいて一気に振り下ろすのがコツです。うん。虫一匹ぐらい捕まえとくかな。で、今日は終わろう。集まりやすい場所とかあるんかな？木の近くというか。あれ？ A ボタンじゃなかった。え、これ網持ってるときって揺らせないかな？それは辛いな。つらたんやわ。お、ちょっと待って。これは、ローラン。いたな、そういえば、昔に。から。どうもどうも、私、ローランと申すですが。これ何やったか、何で交換してもらえるんやったかな。お部屋の内装をチェンジするお仕事を、はるばる来た、お仕事はるばる来たです。遠くから。片言やな。遥か見える壁紙絨毯3000メートル、あんた住んでるテントです。できないのですね。内装のチェンジ。猫めっちゃ見てるよ。残念ですからお願い。ローランでしょ？あの猫ローラって名前じゃなかったっけ？残念ですからお願いします。またお家大きくなったら。え？この猫。この猫。名前ローラじゃなかったかな？ちょっと話しかけるな。あ、マールか。ローラじゃなかったらマールやった。まあ、ほぼローラですね。お話ししましょう。これから物が増えてお部屋が窮屈になるかもしれないけど、いらないものを処分してるときは、知ってる情報をどんどん教えてくれるな。とにかく大抵のものは買い取ってくれるので、いつでも助かってるんです。と言ってる間にだんだん時間がオーバーしてきた。なるべくね、15分から20分ぐらいの間でワンパート収めたいんで、あ、虫がいた。なんでそんなにちょっと微妙な場所にいるんだ。お、取れた。アゲハチョウやな。第一匹目にふさわしいアゲハチョウ。アゲハチョウを捕まえた。アゲアゲだ。あれ、なんか体調書いてるんだよな。110ミリぐらいみたいな。捕まえた記念に図鑑にメモしておこうっと。よし、今回はセーブ忘れないぞ。ではご視聴ありがとうございました。パート4はここまでにして終わりたいと思います。ではまた次回。さようなら。